マダガスカル共和国、通称マダガスカルは、アフリカ大陸の南東海岸部から沖へ約 400km 離れた西インド洋にあるマダガスカル島及び周辺の島々からなる島国である。マダガスカル島は、日本の国土面積の約1.6倍の広さを持つ、世界で4番目に大きな島である。 戦史時代にゴンドワナ朝大陸の分裂に伴いアフリカ大陸から分かれ、さらにその後の8800万年前頃にインドア大陸とも分離して形成された。他の大陸と生物種の往来が少ない孤立した状態が長く保たれたため、島内の生態系を構成する各生物種が独特の進化を遂げた。21世紀現在でも、 野生生物種の90%以上が固有種という生物多様性にとって重要な場所である。ところが、火曜にユニークな生態系が、特に20世紀に入って以降、急速な人口増加と無秩序な開発に伴う環境破壊により失われ始め、21世紀現在も深刻な危機に直面している。マダガスカルに人類が居住し始めたのがいつか、また、それが、 どのような人々であったのかという問題については諸説あり、議論に決着を見ていない。通説では、紀元前350年から紀元後550年の間に、オーストロネシア系の人々が稲作の技術を携えて、アウトリガーカ流に乗って、ボルネオ島南部からやってきたと考えられている。マダガスカル語はオーストロネシア語族に属し、マレー語などに近い。さらにその後、 10世紀までの間にバントゥー系の人々が東アフリカからコブーシと共にモザンビーク海峡を渡って移住したと見られる。この東南アジアと東アフリカ、それぞれにルーツを持つ集団を基礎に、その他にも長い歴史の中で様々な民族集団の移住、定住の波が繰り返し到来して、現在マダガスカル人と呼ばれる民族集団が形成された。 彼らをいくつかのサブグループに分割して捉える考え方もあり、その場合、最大多数派は中央高地に住むメリナ人である。19世紀に至るまでマダガスカル島全土に広域的な支配を確立した政権は存在しなかったが、メリナ人の貴族階層を中心にした政権が19世紀前半に灌漑工作技術の進展に伴い強制となり、 島の大部分を統一した。しかし、このマダガスカル王国は、フランスとの戦争に敗北して崩壊し、1897年に、フランス植民地帝国に吸収された。60年以上に及ぶ植民地時代には、サトウキビのプランテーションや、黒園の採掘が行われ、モノカルチャー経済化が進展、フランスへの原料供給地かつ、 フランスの工業製品の消費地として位置づけられた。アフリカの都年1960年に共和制の主権国家として一応の独立を回復するものの政治、経済、軍事、教育などの面で実質的にフランスに依存し従属する体制であった。1970年代に成立した社会主義政権下では CFA フランケンからの離脱、中流フランス軍の撤退など、 フランス依存からの脱却が目指されたが、その代償として国際収支の悪化や経済の低迷を経験した。1980年代には早くも社会主義路線から方針転換を行い、国際通貨基金の援助を受けて経済再建と構造調整に取り組んだ。その後も複数回の政治危機が起きた。直近に起きた2009年の政治危機では、 憲法に基づいた手続きを経ない政権交代が行われ観光業の不振など経済の低迷と国際的孤立を招いた。目下のところまだガスカルは人口が2012年時点でちょうど2200万人を超えたあたりと推定されておりそのうち90%が一日あたりにドル以下で生活している後発開発途上国に分類される 2015年の経済成長率は年率3.1%で人口増加率を過労じて上回ったに過ぎなかった。国際社会の中におけるマダガスカルは国際連合、アフリカ連合、世界貿易機関、南部アフリカ開発共同体などの加盟国である。セーラウレンティウスの島と乗るオランダ国立図書館像、オルテリウスの世界図。他方で、 同アフリカズにはマダガスカルと記載されており、ヘック・インスラ・ AB インコリス、マダガスカル・ AB ヒスパニス・エス・ローレンシャチとの正し書きが読める。マダガスカル語によるマダガスカルの最も標準的なエンドニムはマダガシからマデス・ジャーである。これはエクソニムのマダガスカルに由来する。このエクソニムは13世紀の旅行者マルコ・ポーロの有名な旅行記に記載されている。 マッテガイスカーという地名から転化したものである。ポーロ自身はマッテガイスカーに行ったことはなく、航海の南にモガディシュという場所があると伝え聞いたに、過ぎないが、この時に耳で聞いた音を転写する際に誤りが生じた。さらにポーロはこの港島であると勘違いしていた。ポーロの語殿に基づく名前が普及するまでには、1500年のセーラウレンティウス巡教の日に、 ポルトガルの冒険者、ディオゴ・ディアスが、会場からこの島を目視し、サンロレンソと名付けたこともあった。しかしながら、ルネサンス期の世界図には、ポーロの語殿に基づく、名前の方が好まれ、普及した。島の住民がこの島全体を指して呼ぶ呼び名で、マダガスからより古い言葉は存在しないが、自分たちが居住する地域を超えない範囲でその土地の、 呼び名を持っていた民族グループは存在する。また、マダガスカル語で、先祖の土地を意味する、他人ジャジャナは、マダガスカルに対する微笑として好んで用いられている。フランス語でマダガスカルを指す言葉としてマルガーッシュもある。日常的には、大きい島を意味する、ラグランデラも極めてよく使われる。今からおよそ7000万年前頃、インドは大陸と分離した頃のマダガスカル島。 マダガスカル島は、地質学的な時間の尺度で見ると、今からおよそ1億3000万年前頃に、インドア大陸、南極、オーストラリア大陸と共に超大陸ゴンドワナから分かれ、その後、南極とオーストラリア大陸のブロックと分かれた後、今からおよそ9000万年前頃に、インドア大陸とも分裂した。このように、マダガスカル島は、 他の大陸から孤立してからの時間が非常に長く、その結果、地球上の他の土地では見つけることができない植物や、動物の豊富な生育地、生息地となった。マダガスカル中央高地の棚田から、東海岸沿いの熱帯雨林を抜け、インド洋に面した海岸に至る。国土総面積59万2800平方キロメートルを有するマダガスカル共和国は、 世界で46番目に広い国である。国土の主要部分を占めるマダガスカル島は世界で4番目に大きい島である。国土はおおむね、南12度から26度、統計43度から51度の間に位置する。隣国としては、インド洋に浮かぶ周囲の島々に、フランス領レイユニオン、モーリシャス共和国、セーシェル共和国、コモロ連合、フランス領マヨットなどがある。 また、モザンビーク海峡を挟んで対岸のアフリカ大陸側には、モザンビーク共和国がある。マダガスカル島においては、一直線に伸びる東海岸に沿って狭く急激に競り上がるエスカーアップメントが形成されており、ここにマダガスカル独特の低地熱帯雨林が残されている。断崖の両線を越えて西島の中央部には、 海抜750メートルから1500メートルの標高のプラトがある。ここがメリナ族の古地、中央高地と呼ばれる地方で、首都のアンタナナリブもここに所在する。中央高地はマダガスカル島で最も人口中密な地域であり、草で覆われた丘とまばらに点在する半湿純林の間を縫って米が育つ海岸上の渓谷が走るという自然景観に、 特徴付けられる地方である。なお、この搬出純銀はかつては中央高地全体を追っていたが、15世紀頃から始まる人間活動により縮退したものと考えられている。中央高地から西へ向かうにつれ、乾燥した土地が増えつつなだらかにモザンビーク海峡へと下る。海岸沿いの遠征湿地にはマングローブが茂る。西部の自然景観は草原が卓越し、 点在する岩石製の山海、まだラな落葉樹林地帯やバオバブの林を伴う。他方で南部は砂漠というシリン層が特徴である。マダガスカル島で最も標高の高い身部は同島の石稜山脈にそびえる。サラタナナ山脈のマルムクチュー山は最も標高が高く、次にアンジンギ茶山脈のボビー峰とアンカラ茶山脈のツヤハザブナ山が続く。 島の東側にあるパンガラヌーンはフランス植民地当局が人造湖と自然湖をつないで建設した運河でドゥアマシナから東海岸に沿って南方に海岸線と平行に 600km にわたって伸びる。島の南西側は中央高地の雨影となるため降雨が少なく落葉樹林、有志林草、乾燥素乾燥の生育地である。南西部の乾燥落葉樹林は 高地の人口が少ないため、東部の熱帯雨林や中央高地に本来あったはずの森林と比較するとよく保存されている。西海岸沿いには波風を避けるのに適した港が多数あるが、デさんの体積が目下大きな問題となっている。これは内陸で高い水準の土壌侵食が起き、河川により広い西部平野を抜けてもたらされたものである。 結片の気候区分によるマダガスカルの地図。マダガスカル島は南北に細長い形であるが、その気候は南北の際よりも東西の際の方が大きい。マダガスカルの気候は南東貿易風と北西モンスウーンの影響を強く受け、これら勢力の組み合わせにより季節が移り変わる。気温が高く降雨量が多い雨季と比較的低温で乾燥する寒気がある。雨季には、 頻繁に破壊的なサイクロンが襲来する。インド洋上で発生する雨雲は、蓄えた水分の多くを島の東海岸部上空で放出する。そのため、当該地域の高雨量は非常に多く、熱帯雨林の生態系の形成に寄与している。中央高地は、東海岸部よりも乾燥し、気温も低い。西部はさらに乾燥しており、島の南西部と南部の内陸は、 反砂漠気候が広がる。熱帯性低気圧は毎年定期的にインフラストラクチャーと地域経済に損害を与え家を失う人を出す。1848年から1970年までの122年間で155回のサイクロンに見舞われたという記録があり、年平均1.27回のサイクロンがあったことになる。 18世紀の自然学者フィルベール・コメルソンは論文にマダガスカルこそが自然学者にとっての約束の地であると書いた。マダガスカルで乱すことのできるすべての動植物種のおよそ90%が固有種である。特色ある生物種ゆえにマダガスカルはしばしば大陸のミニチュアあるいは第8番目の大陸と形容される。自然学者にとっての約束の地の森林は 生物多様性保全の上で重要な存在であるが20世紀末の時点で90%が失われたと推定されている。国際自然保護 NPO コンサーベーションインターナショナルはマダガスカルを生物多様性ホットスポットと呼び環境保護を訴えている。東海岸の熱帯雨林の代表的な固有種、旅人の木と西海岸の乾燥地帯の代表的な固有種、 アダンソニア・グランディリ,リエリ、南部の乾燥地帯のパキポディウムマダガスカルにおける14,883種に及ぶ植物種のうち80%以上が固有種である。この中には、カレベルで固有の植物群5化が含まれる。そのような固有化の一つであるリディエリア科は4属11種からなり、全世界でもマダガスカル島南西部の有資林のみに生育する。 共畜等化のパキポニウム属の仲間のうち、全世界に存在する種の5分の4が本当に固有の種である。マダガスカルに生息する卵化の種は全部で860種とされるが、そのうち4分の3がここだけで見られる種である。世界に9種あるバオーバブ属のうち6種がマダガスカルの固有種である。マダガスカルに生育する野種は全部で170種で、これは、 アフリカ全体の種数の3倍の多様さであり、しかもそのうち165種が固有種である。東部林の数多い固有種の中でも、旅人の木は、マダガスカルという国の象徴とも言えるものであり、これを図案化したものが、国章や国営航空会社のロゴのデザインに用いられている。なお、旅人の木は、現地の言葉では、ラビナラという名前で知られる。マダガスカルの植物の中には、 様々な苦痛を取り除く薬草として用いることができるものも多い。保持近隣パシュや白血病、その他の癌の治療に用いられるビンブラスチンとビンクリスチンという薬はマダガスカルの固有種、日日草から抽出されたものである。マダガスカルだけに生息するキツネザルシタメの仲間は知られているだけで100種を数える。ワオキツネザルはそのうちの一種。 マダガスカルの動物賞が多様性に富み、固有種率が高いことは、その植物賞に似る。フランス語やマダガスカル語で、レミュールと総称されるキツネザル、アイアイ、ロリスなどの原塩類は、マダガスカルを代表する、哺乳類とされている。マダガスカルには、他の大陸とは違い、レミュール以外のサルなどの他の競合がいなかったため、この霊長類は環境に適応して多様化した。 2012年時点で公式に103種がリストアップされておりそのうちの39種は2000年から2008年の間に動物学者らにより多種から分離されたものである。これらの原塩類はほとんどすべてが希少であるか脆弱であるか絶滅の危機に瀕している種にカテゴライズされる。人類のマダガスカルトーライ以来少なくとも17種の原塩類が絶滅した。 絶滅した種はすべて生き残った原塩類の種よりも大型であった。原塩類の他にもマダガスカルの固有種であるような哺乳類が、例えば猫に似た動物発作ッサのように多数いる。また、マダガスカルに生息する300種を超える鳥類のうち、約60%が固有種である。爬虫類に関しては、マダガスカルにやってきたトガヤ族の種類こそ少ないが、 それらが当地で260種以上に適応放産した。その90%以上が固有種である。マダガスカルは世界中のカメレオンのうち3分の2の種の生息地である。世界最小の爬虫類として知られるミクロヒメカメレオンもマダガスカルの固有種である。カメレオンの進化と種の文化に関して過去の通説ではカメレオンが 他の大陸からマダガスカルに渡ってきた後、適応を放散するモデルが考えられたが、近年の分子遺伝学的アプローチによると、カメレオンはマダガスカルで独特の進化を遂げたトカゲであり、マダガスカルこそがカメレオン化に属する全ての種の原産地と考えられている。距離においては2か15属、100種以上の固有種がある。種として、 内陸の淡水の湖や川に生息している。マダガスカルの無脊椎動物についての研究はあまりなされていないのが現状であるが、存在が確認されている種に占める固有種の率が非常に高いことがわかっている。例えば、チョウメや小金虫カアミメカゲロウメ、トンボ、クモなどに多い。とりわけ、陸生海類は685種が知られており、 その98%が固有種である。さらに調査が進めば、倍の種が見つかるであろうと予想されている。その大半は、ゴンドワナ町大陸に起源を持つ古い系統である。旅と呼ばれる焼き畑は、動植物の生息域である自然林の破壊を拡大し、大規模な土壌流出と流出した泥の河川における沈殿を招く。土壌流出により形成された地形を、ラバカという、 マダガスカルの多様性に富む生物症は人間の活動により危機に瀕している。人類がおよそ2350年前にマダガスカルに初めて渡った時からそこにもともとあった森林は失われ始め今ではその90%以上を喪失した。この森林喪失を大きく加速させているのがマダガスカルに最も早くから住み着いた人々が持ち込んだ 旅と呼ばれる焼き畑である。農民たちはこの農法を利益が出るという理由だけでなく、繁栄、健康、尊ばれてきた先祖伝来の慣習と文化的に結びつくために取り入れ、向上化させている。島内の人口密度が上がり、森林喪失が加速度的に早まったのが今から1400年前、頃である。マダガスカルに定住し始めた人類は、最初、 沿岸部にあったウリンを工作地に変えた。彼らは大型のレミュール類、エピオレニス類、ジャイアントフォッサなどが活歩するマダガスカルの豊かなメガファウナに出会った。そして狩猟と生息地破壊を通じて、それらの大型の動物群を絶滅に追いやった。中央高地を覆っていた森林の開墾は、遅くとも西暦600年までには始まっていた。16世紀には、 中央高地にもともとあった森林のかなりの部分が消え去ってしまっていた。さらに時が下ると、今から千年前頃から群れで家畜を飼う牧畜が始まった。調理の際に使う燃料としての木炭への依存も始まった。過去数世紀の間には商品作物として台頭したコーヒーの作付けも行われた。これらが森林規模の縮小につながった。 世界遺産のアチナナナロウリンを構成するマルジェジ国立公園に生息するカメレオンとシーファカ。チンギデ,デーベマラ原生自然保護区の景観。マダガスカル島を覆う森林は1950年代から2000年の間にその面積の約40%が失われたと推定されるが、この推定はそれでも控えめな見積もりである。残された森林地域でも その80%で干伐が行われている。野生生物保護の障害となっているのは、伝統的農耕もさることながら保護林の不法伐採である。さらに、国立公園における気象儀の伐採を国家が容認することも障害となっている。例えば、国立公園で気象木材を伐採することは2000年から2009年までの間。 ラバルマナナ政権下では禁止されていたが、2009年1月に少量であれば認めることとなった。この再認可は、ラバルマナナ追放後における支援者への見返りに当てるため国家再入源の切り札としてラズエリナが認めたものであった。マダガスカル島のウリンのすべてが保護区や分水嶺の東側に位置する急斜面に存在するものを除いて、 2025年までに消滅してしまうと予想されている。2003年にラバルマナナが表明したダーバンビジョンでは自然保護区の面積を3倍以上に増やして総面積で6万平方キロメートルあるいは国土面積の10%以上にすることが謳われた。2011年時点で国家による保護を受けているエリアは県政自然保護区5カ所。 野生生物保護区21カ所、国立公園21カ所に過ぎない。2007年には国立公園6カ所がまとめて8ナナのウリンの名前でユネスコにより世界遺産であると宣言された。その一方、マルジェジ国立公園においては公園内の保護ウリンから希少種のローズウッドが切り出され国外流出しているのが現実である。違法伐採木材の密輸先は ほとんどが中国であり、用途は高級家具や楽器である。人間活動により絶滅したエピオルニス・レミュールの一種の創造図とマダガスカル固有種のカバの骨のスケッチ。生息域破壊と狩猟はマダガスカルの固有種の多くを脅かし、絶滅の危機へと追いやった。大型のダチョウ木に属したエピオルニスは17世紀以前に絶滅したが、その原因はおそらく人間により、 成長が捕獲されたことと大きな卵が食料にするため乱獲されたためであるとされる。また、島に残された骨の研究から人類が島に到来すると同時に多くの大型のレミュール類の種が地上から消え去り、その他の種も何世紀かかけて絶滅への道を歩んだ。これは人類の人口が増えるにつれレミュールの生息域に大きな圧力がかかったり、 レミュールを買って食料にした者たちがいたりしたためである。2012年7月に行われた環境評価によると2009年のクーデター事件以来行われている天然資源の採掘により野生生物の生態系が差し迫った危険にさらされる結果がもたらされていることが分かった。90%のレミュールが絶滅の危機にあることが判明しその割合はどの哺乳類よりも 高い割合であった。そのうち23種は絶滅寸前に分類される。2008年に行われた前回の研究では対照的に絶滅の危機にさらされているレミュール類は38%に過ぎなかった。侵入性の外来種もまた人間によってもたらされた。2014年にマダガスカルでアジアによくいるカエルの種が見つかった。 これは1930年代にオーストラリアの野生生物生態系に深刻な破壊をもたらした種の仲間であった。これを受けて研究者らはマダガスカルのユニークな動物賞をめちゃくちゃに破壊しかねないと警告した。オーストロネシア語族の広がりを示すズワイセン色体ハプログループ O 型の世界分布図マダガスカルに人類がいつ頃から定住し始めたかという問題については 不明な点が多い。マダガスカル島は地球上にある主要な陸海の中で人類が最後に定住するようになった場所である可能性がある。最も古い住居跡はアンツラナナ近くの洞窟にあり、ここで採取された炭は放射性炭素年代測定により西暦420年頃のものと判明した。しかし、ここに住んだ人々が定住するに至ったかどうかまでは、 明らかではなく、人骨の出土はなく、出土遺物からも漂流者の一時的避難場所であったことが示唆される。長期にわたって利用された住居跡として最も古いものは、ヌシマンガベ島にあり、8から9世紀頃の地層から土器片や陶器片、焼き畑の痕跡が見つかっている。ここで、人々が生活していた小生は18世紀初期まで連綿と続く。住居跡でない。 もっと曖昧な証拠であれば、紀元前89年から紀元後70年までのものと推定される金属機の切り付け根の残る小人カバの大腿骨がマダガスカル島南西部から見つかっている。2011年にも紀元前2000年頃のものとみられる人為的な切り付け根のある動物の骨が発見された。比較言語学の知見に基づくとマダガスカル語は ボルネオ島南部のバリト川流域で話されているマーニャン語などが含まれるオーストロネシア語族ヘスペロネシア語波南バリト諸語に系統的に最も近い。マダガスカル語がマーニャン語などと分岐した時期は今から1200年から1300年ほど前と考えられている。20世紀終盤から遺伝学は人類集団の移動の軌跡を調べる上で強力なツールとなっており、 マダガスカル人の歴史的形成を研究する分野においても有用な研究方法の一つとなっている。任意の属性を有する人間集団における Y 染色体ハプログループの分布を他の人間集団の分布と比較するという手法を用いた研究によるとアジア由来のマダガスカル人の Y 染色体ハプログループの分布は他のどの地域の人間集団の分布よりも マーニャン語話者の多いバンジャルマシン住人の分布に近いことが分かった。この結論は言語学的知見に基づく推定と一致する。ボルネオ島南部からマダガスカルへの移住の対応に、ついも不明な点が多く、諸説あるが、移住民がアウトリガーカヌーに乗ってやってきたであろうことは確実である。このように、インドネシア系の人々を先祖として、 マダガスカル人の基礎が形成されたが、そこにアラブ系の人々が加わった、もしくは少なくとも文化的な寄与をしたことは、伝統的に見られる。男子活礼、豚肉の近畿、先祖がメッカからやってきたという伝承を受け継ぐ、民族集団の存在などを証拠に確実視される。アラブ人たちがマダガスカル島に初めてやってきたのは7世紀から9世紀の間で、 交易を目的としてトライした。バツー語族の言葉を話す、人々の移民の波がアフリカ大陸の南東部からやってきたのは西暦千年頃である。彼らは角を持ちこぶのあるタイプの牛であるゼブを島に導入し、大規模な群れで飼い始めた。中央高地の別入れ王国軍では、17世紀までに水田の考えが発達し、17世紀には隣接するメリナ王国にも、 水田の考えが広まった。メリナ王国では棚田も作られるようになった。中央高地の森林生態系は土地の工作意欲の高まりと古武士の牧草地需要の向上的な増加により17世紀までには草原へと大きくその姿を変容させた。メリナ人たちは牛巻きに稲の灌え製品農耕を組み合わせた農法による森林開発で社会を飛ませることで 勢力を拡大していった。メリナ族は彼らの間で交渉で伝えられた。歴史序実によると、今からおよそ600年前から1000年前までの間に、中央高地にやってきたことが伺われ、また、その時に、バジンバと呼ばれる人々に出会ったと伝わる。彼らは、アンジア・マネル、ラランブ、アンジュアンザカといった16世紀から17世紀にかけての歴代のメリナ王により、 同化させられるか、中央高地から排斥されて、歴史の表舞台から姿を消した。バジンバは子孫が絶えてしまったため、マダガスカル人が非常に重視するところの祖先になることができず、その資料がいつまでもさまよっているとして恐れられている。バジンバが単なる伝説か史実かは、議論があるところである。史実と見る学者は、彼らがメリナ人に先行する。 オーストロネシアン移民の子孫で、技術的にはメリナ人に劣っていた人々ではないかと考えている。サントマリー島にある海賊の墓マダガスカルは、人類が定住してから数世紀のうちは、インド洋に面した港と港をつなぐ、太陽観光駅における重要なハブであった。マダガスカルのことを歴史書に初めて残したのは、アラブ人である。彼らは遅くとも10世紀までに、 北西部の沿岸に交易所を建設した。そしてイスラームとアラビア文字による初期法、アラビアの先制術などといった文化要素をもたらした。ヨーロッパ人との接触は1500年から始まる。インドを目指して航海していたポルトガル船の船長ディオゴディアスが同年にマダガスカル島を目撃した。17世紀後半になるとフランスが 東海岸に公益所をいくつか建設した。1774年から1824年頃まで、マダガスカルは海賊やヨーロッパの公益商人たちの間では、よく名前が知られていた場所であった。マダガスカル本島の北東沿岸から少し離れたところにある小さな島、ヌシブル派は、歴史家により、伝説的な海賊のユートピア、リベルタリアに否定されてきた島である。 マダガスカルの沿岸ではよく船が難破し、ヨーロッパの船のりたちが多数遭難した。その中の一人、ロバート・ドリューリーが残した日誌は、18世紀、マダガスカル南部の生活を描写した数少ない文字資料の一つである。沿海交易によって生み出された富は、島内で成立した国家軍の慎重に拍車をかけ、17世紀には、そのうちのいくつかが強制となるまでに成長した。 そのような国家軍としては、東海岸の別ミサラカ人たちの連合国家や、西海岸のメナベーの逆らば諸王国やブイナ王国がある。中央高地のアンタナナリブにミやこしたメリナ王国がアンジア・マネルのリーダーシップの下で出現したのも、沿岸の諸王国が栄えたのと同じ頃であった。アンジア・ナンプイニ・メリナ王メリナ王国が十七世紀前半、中央高地に出現した頃、 その勢力は、沿岸の王国軍の中でも、比較的大きな国と比べるとまだ弱く、アンジア・マシナバルナが4人の息子に王国を分け与えた18世紀初期には、さらに弱小となった。戦と飢餓の半世紀を過ごし、メリナ王国は、アンジア南部イニメリナにより1793年に、再統一された。王和とアンブヒマンガからアンタナナリブに移し、近隣の自立した勢力に、 その支配を急激に拡大した。メリナの王権の支配をマダガスカル島全体に行き渡らせるという彼の野望は王位を受け継いだ息子のラダマ一世により大部分が達成された。ラダマ一世はイギリス政府によりマダガスカル王として認められた。ラダマ一世は1817年にイギリスの軍事経済的援助を得る見返りに割の良い奴隷貿易を廃止するため、 モーリシャスのイギリス政府と条約を結んだ。ロンドン伝道協会が派遣した専門技術を持つキリスト教宣教師が1818 18年に到着。学校の設立、ローマ字を用いたマダガスカル語の初期法の考案、聖書の翻訳をするなどして新しい技術を島にもたらした。ラダマ一世から王位を受け継いだラナバルナ一世女王はイギリス。 フランスの一部の者たちによる政治的、文化的な侵略が増加していることに対抗して、マダガスカルにおけるキリスト教の宗教活動を禁止する勅令を発し、また、ほとんどの外国人に対して領土の外へ出るように圧力をかけた。マダガスカルの住民は、中東、陰死、邪教など様々な罪で他人を告発することができるようになった。これらの罪には、単純な、 タンゲナという神明裁判が欠かさず、行われ、ラナバルナ一世の統治した約30年間で、1年あたり約3000人の命がタンゲナにより失われた。メリナ王国に住み続けた外国人もおり、起業家のジャン・ラボルドはそのうちの一人である。彼は女王のナシロとして武器開発やその他の産業の振興に努めた。冒険家で奴隷商人でもあった。 ジョゼフ・フランソワ・ランベールは、ラダマ2世がまだ王子であった頃から彼に取り入り、ランベール特許状と呼ばれる問題の多い覚書を王と秘密裏に提約した。母から王位を受け継いだ、ラダマ2世は、母の厳しい政策を緩和しようと試みたが、2年後に、首相のライニ日部にニューニラに暴殺された。ラダマ2世の暗殺は、国王が絶対的な権力を持つ体制を終わらせようとしていた。 アンジアナとフバの帝臣たちが結託してなされたものであった。暴力の後、帝臣らはラダマ二世の奇祭であったラスヘリナに女王として大いにつくことを提案した。そのための条件としては、権力を首相と共有すること、そしてラスヘリナと首相が政略結婚することによりこの取引を隠蔽することであった。ラスヘリナは同意し、ラ来ニ部にな七入にと結婚した。 後に、ラスヘリナは、ライニブニナ七乳二を退け、彼の弟であり、首相のライニライアリブニと、再び政略結婚した。ライニライアリブニは、ラスヘリナが亡くなると、やはり後を継いだ、ラナバルナ二世女王、ラナバルナ三世女王と、政略結婚した。ライニライアリブニは、修正首相の地位にあって、その31年間の在職中に近代化と、 中央集権化を目的とした多くの政策を実施した。島全土に学校を建て、通学を義務化した。軍隊の再編も行った。また、イギリス人を雇い、常備軍艦と鉄道建設を図った。英国法を基礎にした法典版を整備し、三進制を導入するとともに首都にヨーロッパ風の裁判所を建てた。来日来アリブには将軍も兼務し、 フランスの幾度かにわたる侵略からマダガスカルを守ることにも成功した。なお、キリスト教は、神徒であった、ララバルナ2世が1868年に女王に即位すると、あっさりと、宮廷公人の教えである旨の宣言がなされ、人口が増加しつつあったマダガスカル社会に、伝統宗教と並んで受け入れられた。重言も、非合法化された。 マダガスカル政伐を献殿するポスター1883年、北西部の権益の保護を口実に、フランスはマダガスカルに侵攻する。フランス語では、第一次マダガスカル遠征という名で知られる、戦争である。マダガスカルは敗戦し、北部の港町、アンツェラナ,ナをフランスに割上し、ランベールの相続権者に56万フランを支払った。 1890年にイギリスはフランスがマダガスカルを全面保護国化することを受け入れたが、マダガスカル政府はフランスの権威を認めなかった。フランスはマダガスカルを服従させるために、東海岸にあるトワマシナの港を1894年12月に砲撃及び占領し、1895年1月には西海岸の港町、マハザンガも占領した。北。 アフリカや西アフリカ出身の兵で強化されたフランス軍の別動隊がアンタナナリブに向かって進軍したが、マラリアやその他の病気でかなりの数の兵士が失われた。当該別動隊は1895年9月に首都にたどり着くと女王軍を大砲で砲撃し、大損害を与えるとともに女王ラナバルナ三世を降伏させた。フランスは1896年に マダガスカルを併合し、翌年に植民地化を宣言した。メリナ王国は解体され、王室はレユニオン島に追放された。フランスが宮殿を接収したことに対する抵抗運動が起きたが、1897年の終わりには鎮圧された。メナランバの乱と呼ばれるこの反乱は、各地に行政官として派遣されていたメリナ王国の高官と、 その指揮下の部隊が中核となったが、フランスは、その鎮圧にあたって、国家間の戦争であった、フランスメリナ王国戦争時とは態度を一変させた。自らが主権を確立した土地における反乱に、対しては容赦しない姿勢を示し、反乱参加者を拘束するとその場で処刑を行った。1895年から1898年の間の社会不安には、基金も加わり、 数十万人が命を落とした。植民地支配下で、プランテーションが開かれ、様々な輸出用作物の生産が行われた。1896年に、奴隷制が廃止され、およそ50万人の奴隷が解放されたが、多くは解放前の主人の家に使用人として残った。植民地政府が置かれたアンタナナリブには、広い大通りと広場が建設され、王宮を含む建物群は、 博物館になった。メリナ王国による学校建設がまだ及んでいなかった地方や沿岸部を中心に学校建設が追加された。6歳から13歳の子供に教育を受けさせることが義務となり、学校では基本的にフランス語と実践的な技術が教えられた。スモーティグという強制労働制度がフランス植民地政府により創設され、 沿岸部の町とアンタナナリブをつなぐ鉄道や道路の建設の際に利用された。なお、マダガスカルの伝統的な家屋は、先祖の住みである西に戸口を開くものであったが、フランス植民地政府は戸口を幹線道路を向くように命令した。文明館において、社会進化論が支配的であった当時の西欧では、未開の更新地域に文明を移出する。 文明化の使命があると関連され、文化の一方的な押し付けが何の疑問もなく行われた。20世紀に入ると、観光や農業生産者の不足から、アジア地域などから労働期間を限定した出稼ぎ外国人労働者を導入した。1901年4月、在身フランス領事が、フランス商人からの要望に応じ、 新国の復権用務可や復讐は絶史と約上昇、締結、復建省において約1500人の中国人労働者が募集され、3年間の出稼ぎ労働が行われた。第一次世界大戦にはマダガスカル出身の兵士たちもフランスのために戦った。この時期には遠く日本の明治維新及び日露戦争における日本の勝利の情報が入ってきており、これに触発されて、 民族主義運動が高まった。フランス植民地当局はマダガスカル語新聞の検閲を強め、大戦中の1915年に、降仏秘密結社、ビバ・トゥ・サケリカを摘発した。この事件は、フランス植民地帝国を侵犯させ、江南双方の手札を用いた独立運動への抑圧と、 党内の民族手段の対立を煽る統治政策の実施へと植民地当局を借り立てることになった。1930年代にはドイツの政治思想家がマダガスカルをポーランドや他のヨーロッパ諸地域に住むユダヤ人たちを将来移住させる際の移住先とするマダガスカル計画を練り始めた。第二次世界大戦中はマダガスカルはビシー政府側につき、 ビシー政府軍とそれを支援する大日本帝国海軍、イギリス軍との間で戦闘が起き、日本軍の潜水艦の攻撃で、イギリス軍戦艦が大破し、日本軍兵士と、イギリス軍兵士が地上戦を繰り広げるなど、マダガスカルは戦場になった。第二次世界大戦中に、創始国フランスがドイツに占領されたことは、マダガスカルの植民地政府の威信に曇りをもたらす、出来事であり。 1947年に起きた反フランス植民地支配抵抗運動の遠因ともなった。この運動はフランスが1956年に海外植民地改革法を制定するきっかけとなり、マダガスカルは平和裏に独立へと移行することとなった。1958年10月14日にフランス共同体に属する一自治国家としてマダガスカル共和国の樹立が宣言された。 地方政府の時代は1959年憲法の発行により終わり、1960年6月26日に完全な独立を達成した。フィリベールチラナナ初代大統領マダガスカルは独立回復以来、第1共和制から第4共和制まで憲法の改正に伴う生態の変遷を経験した。第1共和制はマラガシ共和国ともいい。 フランスが指名した大統領フィリベール・ツラナナにより主導されフランスとの強い政治経済的結びつきが継続しているという特徴があった。多くのテクノクラートが在外フランス人により占められ全国の学校でフランスの歴史をフランス語の教科書でフランス人の教師が教えるという状況が12年間続いた。チラナナがこの新植民地主義的状況を放置していることへの 怒りが民衆の間に満ち、1972年に、チラナナ政権を打倒した一連の農民や学生による抗議活動への同化戦となった。国軍の少将であったガブリエル・ラマナンツアが二代目大統領になり、5年間という期限付きで暫定的な軍政を敷いて、社会のマダガスカル化と政治的和解を試みたが失敗し、1975年に、 大統領の地位から知りぞかざるを得なくなった。国家憲兵隊出身のリシャール・ラツイマンジャバ大佐が大統領職を引き継いだが在職6日目で暗殺される。軍の将校であったジール・アンジアマハズガ4、ヶ月暫定大統領をした後、同じく軍出身のディディエ・ラツイラカを大統領に指名した。ラツイラカは社会主義。 マルクス主義を導入した第二共和制を1975年から1993年まで政権運営した。この時代には政治的には東側諸国の陣営への参与、経済的には島国的自立への思向が見られた。これらの政策は1973年のオイルショックに由来する経済的重圧に連動したものではあったが、 マダガスカル経済の急速な崩壊と生活水準の急激な落ち込みという結果をもたらした。そして1979年には国家財政が完全に破綻してしまう。ラツラカ政権は破綻した国家経済に対する IMF と世銀からの資金援助やその他の二国間援助を受ける代わりに透明性の確保や汚職対策の進捗を査察することを受け入れた。 ラツラカは1980年代後半に徐々に人気を失っていき、1991年に大統領の守備隊が非武装の抗議デモ隊に向けて銃を撃った事件で致命的なものとなった。その事件から2ヶ月以内にアルベールザフィヒキール暫定政権が樹立、翌年の大統領選挙でザフィが正式に大統領に就任し、第三共和制へと移行した。 新しい憲法は複数政党制を確立し国会議員に大きな権限を持たせて権力を分散させた。また人権と社会、政治的自由と商業上の自由を保障するものであった。しかしながら経済の低迷や汚職疑惑に加えてザフィ自身がより大きな権限を持つことを可能にする法律を通そうとしたことによりザフィ政権は台無しになった。 1996年に大統領が弾劾される。3ヶ月後の大統領選挙までの間、ノルベール・ラツイラフの名が暫定大統領に就いた。選挙では、ラツイラカが勝利し、1996年から2001年までの間の第2期政権においては脱中央集権化と経済改革が政策基盤に置かれた。2001年の大統領選では、 元アンタナナリブ市長であったマルク・ラバル・マナナが勝利。これを認めないラツらかが、ドアマシナに勝って2000とするなどの政治的混乱は生じたものの、外国資本を導入して、依存経済から市場経済を目指すとした新政権の下で、マダガスカル経済は年平均成長率7%と順調に成長した。しかしながら、韓国の大グループが、 全もろこし用工作地の3分の1に及ぶ土地を99年間咀嚼する契約を政府と結んだことが発覚する。露骨な新植民地主義への反発や、島の土地を他人じゃざなとして大切にする価値観と相入れない政策への失望から2009年3月に暴動に発展した。この時、ラバルマナナ大統領が軍に権力を異常し辞任する一方、 野党指導者のアンジラ・ラズエリナが大統領官邸に入り暫定政府を発足させた。この憲法手続きにのっとらない形で行われた政権交代に対しては国内外から批判や反発が表明された。また、クーデタであるという主張もなされた。暫定政権は政治的危機の解決に向けたロードマップを策定したが大統領選挙の実施は二度にわたって延期された。 大統領選挙は2013年10月に第1回投票が同年12月に上位2名による決選投票が行われヘリー・ラジャオナリマンピアニナ候補がジャンルイ・ロバンソン候補を下して当選したヘリー・ラジャオナリマンピアニナ大統領アンタナナ,ナリブはマダガスカルの政治、経済上の首都であるマダガスカルは反大統領制、間接民主制 複数政党制の特徴を持った共和国である。民意により選ばれた大統領が国家元首であり首相を選任する。首相は大統領に閣僚の候補を推薦する。マダガスカル憲法によると行政権は政府により行使される一方で立法権は内閣、上院、下院に帰属する。ところが実際のところ上院と下院は 非常に弱い権力しか持たず、立法において演ずる役割もわずかである。憲法は、行政、立法、司法の三権分立を保障し、大統領の権力についても、民意により選ばれること、任期は5年であること、再選は3回までであることを定めている。大統領及び127名の会議員は、直接選挙により選ばれる。直近の会議員選挙は、 2013年12月20日に行われた。上院の定員は33名であり、任期は全員6年である。そのうち22名は各ファリチャの行政長が選出する。残りの11名は大統領により指名される。司法組織はフランスに判を取り、高等憲法裁判所、高等裁判所などを持つ。しかしながら裁判所は監修にこだわり、 成分法体系が許す範囲内で事件を迅速かつ高い透明性を持って、審理する能力に欠けているのが現状である。被告の抗禁期間が長引くことがよくあり、被告は審理開始までの間、不衛生活収容可能人数を超えた高知署に押し込まれる。アンタナナリブはマダガスカルの首都であり、かつ最大の都市である。中央高知と呼ばれる高原地帯にあり、 おおむね同等の地理上の中心に位置する。アンタナナ,ナリブの創建は1610年か1625年頃メリナ王国の首優としてアンジアンザカ王がバジンバ族から奪ったアナラ漫画の十二の聖なる丘の上に築いた。道地は元はバジンバ族の首優であった。19世紀前半、隣接する他の民族に優越するようになったメリナ族は マダガスカル王国を成立させ、これに伴ってアンタナナリブは、名目上、島全体の姿勢の中心地となった。1896年、マダガスカルを植民地化したフランス人たちは、メリナ王国の首優をそのまま植民地行政の中心として用いた。アンタナナリブは1960年に、マダガスカルが独立を回復した後も、同国の首都としての地位を保っている。 2011年時点における推定人口は130万人。これに、アンチラベの50万人、ドアマシナの45万人、マハザンガの40万人が続く。マダガスカルがフランスから独立を勝ち得た1960年以来、同国政治の移り変わりを特徴づけてきたものは、おびただしい数の大衆による異議申し立て、数回の物議を醸した選挙。 一回の弾劾、二回の軍部によるクーデター、一回の暗殺事件である。政治的危機が発生するたびに解決が長引き、同国の経済、国際関係、生活水準に決定的影響を与えてきた。2001年の大統領選挙後には、現職のラツラカと新人のラバルマナナの間で決着がつかない状態が8ヶ月間に及んだ。これによりマダガスカルは、 何百万ドルもの観光や貿易収入における損失を被った。また、橋が爆破されたり建物が放火されたりして、社会資本が毀損するという結果ももたらされた。2009年の初めに、相次いだラバルマナナに対するラズエリナ派による異議申し立ては、一部が暴徒化し、170名以上が殺害される結果となった。マダガスカルの国内政治には、 メリナ族が沿岸の諸民族をその支配下に置いた19世紀の歴史が現代においても色濃く反映される。中央高地の住民と沿岸部の住民同士にくすぶり続ける対立感情は定期的に燃え盛り散発的な暴力事件として現れることがある。マダガスカルはアフリカ統一機構の創設時からの加盟国であったにもかかわらず歴史的に 主流のアフリカ情勢から外れたものとして認知されてきた。アフリカ統一機構は1963年に発足、2002年にアフリカ連合として発展解消されたが、マダガスカルはその第一回首脳会合に出席を許されなかった。2001年の大統領選の結果をめぐる混乱が原因である。2003年7月には14ヶ月にわたる。 離脱状態から復帰したものの、その後の憲法手続きによらない行政権の異常の問題を受けて2009年3月に再びアフリカ連合への参加権が一時停止される事態となった。マダガスカルは国際刑事裁判所に関するローマ規定の締約国の一つであり、また米軍兵士を保護するための二国間面積協定をアメリカ合衆国と締約している。 また、フランス、イギリス、アメリカ、日本、中国、インドなど11カ国がマダガスカルに大使館を設置している。マダガスカルにおける基本的人権は憲法のもとに保護される。また、同国は世界人権宣言や児童の権利に関する条約を含む数多くの国際合意に署名している。宗教、民族における少数派やセクシャルマイノリティの権利は 法律に基づいて保護される。結社、集会の自由も法律に基づいて保障されているが、政治的な自由行動を妨げるために、折に触れ、集会の開催を認可しないということが行われてきた。治安当局による拷問は滅多に起きない。治安放棄も数えるほどしかなく、政府による抑圧は他国に比べて緩やかな方では、あるが、軍人や、 警察官による恣意的な逮捕や汚職は依然問題として残る。ラバルマナナは在任中の2004年にビアンコという反腐敗対策本部を立ち上げた。これはアンタナナリブの下級管理に蔓延していた汚職を減少させることに特に効果があった。しかしながら高級管理で党本部に訴追された者は一人もいなかった。マダガスカル島における常備軍は サカラバ族やメリナ族などの各民族に中央集権的な王国が没行した16世紀までには成立していた。初期の装備は槍程度であったが、後にはマスケット銃やカノン砲などの火器で武装するようになった。19世紀前半に中央高地のメリナ王国は3万人程度の武装した兵士を動員して、島の多くの部分を支配下に収めた。 19世紀後半になると、フランスが沿岸の諸都市を襲撃する事態が何度かあり、その対策として、当時の首相、ライニラヤリーブには、メリナ王国軍の強化を補佐するよう、イギリスに混成した。しかしながら、マダガスカルの軍隊は、イギリスの補佐があってもフランス軍の兵装に持ちこたえることができず、アンタナナリーブの王宮が砲撃を受けるに及んで、降伏した。 1897年にマダガスカルはフランスの植民地であると宣言された。マダガスカル軍の政治的独立と主権は1960年のフランスからの独立により回復した。この時以来他国との交戦の経験は皆無であり、領土内で戦闘になったこともないが、正常不安定になった際に治安回復のために介入したことはたびたびある。 第2共和制における社会主義政権したリディ,ディエラツイラカ海軍大将はすべての若者を性別に関係なく徴兵するかもしくは社会奉仕に動員した。この政策は1976年から1991年まで実施された。現在のマダガスカル軍は陸、海、空の三軍制ですべてが内務大臣の指揮下に置かれる。内務大臣は 国家警察、国家憲兵、秘密警察の責任者でもある。警察とジャンダルムリは、地域ごとに管轄が分かれ、担当地域の治安を担うこととなっている。しかしながら、2009年時点では、これら治安当局による駅務の提供を受けることが、可能だったコミュームは、全体の3分の1以下に過ぎず、部隊をののに用意されるべき現地司令部が全く、足りていない。 マダガスカルにはディナと呼ばれる伝統的な地域社会のサモンが生きている。ディナは村の長老やその他の尊敬を集める人物により取り仕切られ、政府の存在感が希薄な農村部においては、犯した罪にふさわしい罰や取り扱いを与える手段として機能し続けている。歴史的に見て、島全土の生活上の安全は高い水準が保たれてきた。 暴力犯罪の発生率は低く、犯行の大部分は、スリや、小学の窃盗などの機械的犯罪にとどまる。その一方で、自動売春、人身売買、マリファナその他の違法ドラッグの製造販売は増加傾向にある。2009年以来行われている予算削減が、警察に及ぼす影響には厳しいものがあり、犯罪行為の急激な増加となって現れているとする。 見方もある。マダガスカルにおいては中央と地方のパワーバランスが勝利の政治課題となってきたという歴史的経緯がある。フランス植民地時代の行政上の区画割を長く踏襲した後、複数字にわたる改革が試みられている。直近では2014年頃から再編に向けた法制化が進められている。2015年4月1日、内務、 地方文献科省が制定した行政区画の創設に係る省令 N2015 から593号により、プロビンセスプリーフェクチャースディストリクツ、ランディスメンツアドミニストラティフスの4層構造とすることが定められた。マダガスカル島に自生するラフィアヤシで作った動物の玩具。主君バ島では刺繍の入ったテーブルクロスが観光客向けに生産されている。 第一共和制において、マダガスカルの経済計画及び、経済政策は、以前フランスが大きな影響を及ぼしており、フランスが主要な貿易相手国であった。主要生産物は、国家規模で生産者共同組合により工作され、消費者共同組合を通して流通していた。米、コーヒー豆、家畜、キート、パームオイルなどの生産量を増大させ、自家消費だけでなく、 商品としても流通させるため、農村開発や国営農場などの政策が構想された。これらの政策に民衆が不満を募らせたことが、社会主義政権による第二共和制成立の主要因となった。第二共和制においては、それ以前にあった民営の銀行や保険会社が国営化された。また、繊維、宝石、電力といった産業で、専売制が確立された。 輸出入や海外への輸送も政府の管理下に置かれることになった。マダガスカル経済は急速に悪化した。輸出が激減し、工業生産が75%減となった。物価が高騰し、政府債務が増加した。農村人口は共同体を維持できるギリギリのところにまで急速に減少した。輸出歳入の50%超が政府債務の支払いに充てられた。 国際通貨基金は1982年に国家財政が破綻し始めた際、マダガスカル政府に構造調整プログラムと経済自由化を受け入れるよう強制した。そのため国営企業は1980年代を通して徐々に民営化されていった。しかしながら1991年に起きた政治危機は IMF と 世界銀行の支援が中止される要因となった。アルベールザフィは国際的な支援以外の方法により収入を引き出そうとしたが失敗しザフィの弾劾後に暫定政府が成立して初めて支援の再開を見た。IMF は2004年ラバルマナナ政権したマダガスカルの債務の半分を帳消しにすることに合意した。2005年にマダガスカルは 緊縮財政と人権に関する基準を満たし、アメリカ合衆国の二国間援助協定の一つである、ミレニアムチャレンジアカウントを享受する第1号国となった。500ありあり紙幣2009年のマダガスカルの国内総生産の推計値は86億ドル、国民一人当たり438ドルである。人口のおよそ69%が1日あたり1ドルの 国民貧困線以下で暮らしている。2011年時点で農業部門は GDP の29%を構成し、製造業は15%である。経済成長の動力源は観光、農業、天然資源抽出型産業である。観光業はニッチがあるエコツーリズム市場に注力しており、マダガスカルの特色ある生物多様性、 自然を破壊しない暮らし、国立公園、原塩類に投資している。2008年には、推計36万5000人の観光客がマダガスカルを訪れたが、正常不安が原因で2010年には、推計18万人に減少した。2015年の経済成長率は、年率3.1%で、人口増加率を過労じて上回ったに過ぎなかった。また、 中華人民共和国との間の貿易が爆発的に増加し、貿易総額が1100万 US ドルに達した。独立来最大の貿易相手国であったフランスとの間の貿易総額は74600万 US ドルとなり、貿易主義国の初めての交代を経験した。輸出部門は2009年時点で国民総生産 GDP の28%を占める。 国家輸出収入の多くは、繊維産業、魚介類、バニラ、長寿、その他の食品から得られるものである。バニラは、世界生産量の約8割を占め、カカオも高級品として知られつつある。マダガスカルの貿易相手国は、フランスが主であるが、アメリカ、日本、ドイツもまた強い経済的結びつきを有する。2003年5月に、 マダガスカルの軽工業における熟練生産者とアメリカ合衆国国際開発庁の協力紙を結び、マダガスカル共和国とアメリカ合衆国の間でビジネスに関する協議会が発足、鉄工芸品の外国市場への輸出の支援が始まった。食料品、燃料、資本材、車両、消費材、電気製品といった輸入品目に対する消費は、 GDP の52%を占めると推定されている。主な輸入元は、フランス、中国、イラン、モーリシャス、香港などである。マダガスカルの輸出を面積比で表現した、ズマダガスカルの天然資源としては、様々な未加工の農産品や鉱物がある。ラフィアやし栽培や漁業、林業を含む農業は、経済の大黒柱である。マダガスカルは、天然バニラと、 長寿やイランイランなどの品目で世界有数の供給元となっている。その他の主要農産品としてはコーヒー、大地、エビがある。主要鉱物資源としては様々な宝石及び半奇跡がある。1990年代後半にはイラカカ近くでサファイアの鉱脈が発見された。2001年時点マダガスカルは世界におけるサファイアの供給の 約半分を占めている。マダガスカルには世界最大の埋蔵量を持つイルメナイト鉱山がある。石炭、クロム鉄鋼、鉄鉱石、コバルト、銅、ニッケルに関しても世界的に見て重要な鉱山がある。工業と石油、天然ガス部門においてはいくつかの大きなプロジェクトが進行中であり、これらはマダガスカル経済の大きな加速に寄与するものと、 期待されている。そのようなプロジェクトとしては、例えば、リオティントグループの子会社が進めるトラナルの近くの重金属砂鉱からイルメナイトとジルコンを掘り出すプロジェクトや、シェディットインターナショナルが進める、ラマンが金鉱で抽出したニッケルをドアマシナで精錬するプロジェクトや、マダガスカル石油がチミルルとベムランガで進める陸地での巨大な重質油交渉の開発がある。 内陸のフィアナランツアーと東海岸部のマナカラを結ぶ鉄道。途中に世界でも珍しい飛行機の滑走路と交差するポイントがある。2010年時点で舗装済み道路長は約7617キロ、鉄道路線長は約854キロ、線停の運行に供する河川の総延長は約432キロであった。マダガスカルにおける 大部分の道路は未舗装であり、うきには通行不能になるものが多い。国道は六大地方都市と首都とを結ぶものは大部分が舗装されているものの、それ以外の町に通じるものについては一部が舗装されているか、もしくは全くの未舗装の状態である。鉄道網に関しては、フランス植民地時代に付設されたものが残っており、アンタナナリブと、 ドゥアマシナが線路でつながっている。これの支線がアンバトゥンジャザーカお及びアンツラベへと接続する。これらとは別にフィアナランツアーと東海岸部の生からを結ぶ路線もある。マダガスカルにおいて最も重要な外交はドゥアマシナにあり国際貨物の約9割が通過する。日本の遠借館を利用して2026年を目標に拡張中である。 マハザンガやアンチラ7にある港は首都圏からの距離の遠さ、接続の悪さゆえにあまり利用されていない。2008年にリオティント社が私的に建設した f アラ港はマダガスカル島で最も新しい港であるが、2038年頃にトラナルの近くで行われている同社の採掘プロジェクトが終了すると政府の管理下に置かれる予定である。マダガスカルには 多数の小規模な地方空港がある。それらに就航しているマダガスカル航空は道路が雨で洗い流されてしまうことさえあるうきに首都から離れた地方へアクセスする手段としては唯一の実用的な交通手段となっている。上下水道と電力の供給は国家レベルでは国営のジラマ社が担う。しかしながら現時点では国民全体に行き渡らせるに至っておらず、 2009年時点では、全、フクンターニ中、同社の供給する浄水を利用できたのは、たったの6.8%だけであった。また、電力は9.5%のフクンターニが利用できたに、過ぎない。マダガスカルの総発電量のうち、56%は、水力発電によるものである。残りの44%は、ディーゼルエンジンにより交流発電機を回して、 発電する方法により得られたものである。移動体通話とインターネットへのアクセスは都市部で拡大しているが地方においては限定的である。全島の約30%の地域で全国的に展開しているインターネットサービスプロバイダーへの携帯電話機や電話回線などを経由したアクセスが可能となっている。首都のニューススタンドラジオ放送はマダガスカルの人々にとって 国際ニュースや国内ニュース、そして地元のニュースを手に入れるための主要な手段であり続けている。全党規模で放送を行っているのは国営ラジオ放送局だけであるが放送範囲が地域に限定されるものであれば数百もの公共放送局や施設放送局が国営放送に代わる選択肢としてある。テレビ放送局に関しては国営テレビ放送局のほかに 様々な民間テレビ放送局が地域に根ざしたテレビ番組や国際的なテレビ番組を放送している。政府に批判的な主張を行うグループや政治家自身が保有する系列報道局がいくつかあり、そのようなものとしてはラバルマナナがオーナーを務める MBS メディアグループやラズエリナが保有するビバなどがある。これらのメディアグループが政治上の対立を煽る構造となっている。 マダガスカルのメディアは、歴史的に、多かれ少なかれ、政府批判に対して、検閲を受ける圧力にさらされてきた。報道関係者は檻に触れ脅しをかけられたり、嫌がらせを受けることがあり、系列報道局が一時的に閉鎖されることもある。2009年に、政治批判への規制が行われた疑惑が持ち上がって、以来、報道検閲を求断する声が増加した。 インターネットへのアクセスは2000年から2010年頃の10年間でその可用性が劇的に向上し2011年12月時点で自宅やネットカフェなど全部で35万2000カ所からのインターネットへのアクセスが行われたと見積もられている植民地時代の学校19世紀以前にマダガスカルに公教育は存在せず教育といえば 実用的な技能を身につけさせるものか、先祖や年長者を敬うといった社会文化的規範を教えるものであった。正式なヨーロッパ式の学校はメリナ王国国王ラダマ一世の将兵に応じたロンドン選挙協会の選挙師らにより1818 18年に初めてドアマシナに設立された。LMS の将兵は貴族指定に 基礎的な読み書きと算数を教えるための学校を王国全土に設立するためであったが、時代のラナバルな一世女王により1835年にすべて閉鎖させられた。女王法御後には再び開校し、数十年間かけて増えていった。その結果、19世紀末頃にマダガスカルは、先植民地期のサハライナンのアフリカ諸国諸地域やの中で最も発展し近代化された。 こう教育システムを有するに至った。マダガスカルが主権を失い、フランスの統治下に入った植民地期には、旧メリナ王国の半都外の沿岸部にも、学校教育を受ける手段が開かれるようになった。植民地時代においては、フランスごと手工業に必要な技能の習得に、カリキュラムの焦点が当てられるようになった。独立後の第一共和制になってもなお、 フランス国籍人が教師として頼りにされ、教授言語はフランス語という状況が続き、かつての植民地権力との決別を望む人々は不満を募らせた。その結果、社会主義政権の第二共和制においては、フランス人教師及びその他の同国籍人らは免職され、マダガスカル語が教授言語であると宣言された。また、教育の民主化及び、 地方文献化を短期間で達成するため、マダガスカル人の若者に1年半、内し2年間の国家奉仕義務を負わせ、その中から、首都から遠く離れた地方の学校で教える人材を選抜するといった教員養成プログラムが実施された。マダガスカル化として知られる、この政策に伴い、深刻な経済不振と教育の質の劇的な低下が起きた。 この時代に教育を受けた者は、総じて、フランス語の習得や、その他の教科の学習に失敗しており、就職に苦労することとなった。多くの者が非正規、または違法労働市場における低賃金労働を引き受けざるを得ず、貧困化の度合いを深めていった。アルベールザフィが大統領職に就いていた1992年から1996年の短い期間を除き、 1975年から2001年までの間、権力を手にしていたらあちらかは、在職期間中に教育分野でこれといった改善を成し遂げることはなかった。ラバルマナナ政権下でより多くの子供に教育サービスを提供すること、また教育の質を向上させることは大きな課題とされた。2012年現在、マダガスカル共和国において、6歳から13歳までの 義務教育は無料である。また、5から4から3制の学校制度が採用されている。ラバルマナナは1期目の政権で新しい小学校を建て、ラバルマナナ政権下において教育は優先課題とされた。古い校舎の改築や教室の増築を行った。また、数万人の小学校教師の新規採用及び要請を行った。 小学校の学費は無料化され、学用品も生徒たちに無料支給された。政府の学校建設構想は、フクンターにごとに少なくとも1校の小学校、コミューンごとに少なくとも1校の中学校を設立することを保障していた。また、高等学校は地方都市ごとに1校を置かれている。国立大学は全国に3カ所あり、アンタナナリブ、マハザンが、 フィアナランツアーにある。これら3校を補完する形で、公立の市販学校や、私立の総合大学や工科大学がいくつか存在する。学校数が増加した結果、1996年から2006年の10年間で、就学率が2倍以上になった。しかしながら、教育の質には劣り、落第とドロップアウトの割合が高くなった。 ラバルマナナの2期目の教育政策は、教育品質改善に焦点が当てられた。改善項目としては、小学校教師の採用条件を、中等教育修了から高等教育修了と、するといった、教育の最低水準の向上や、生徒の学習と授業への参加の促進を目的として、伝統的な教え方を改め生徒中心の、教育メソッドとすることを支援する。 教員養成プログラムの改革などがある。教育に対する公共支出の割合は、2008年時点で政府の財政支出に対して13.4%、国内総生産 GDP 比2.9%である。小学校は過密状態にあり、2008年時点で教師一人当たりの生徒の平均人数は47人である。マダガスカル人は、 オーストロネシア系の人々とバンツー系の人々を祖先に持つと考えられている。2011年時点で15歳未満が総人口に占める割合は42.5%、15歳から64歳までは54.5%、65歳以上は3%である。国勢調査は独立後、1975年と1993年の2回しか、 実施されていない。マダガスカル島で最も人口中密な地域は中央高地東部と東海岸部であり、人口規迫な西側平野部と鮮やかな対比を見せている。2012年現在、マダガスカルの人口は2200万人と見積もられている。1年間の人口増加率は2009年時点で約2.9%である。 1900年時点の人口推計は220万人であった。マダガスカルの人口の90%以上を占める土着のエスニックグループは、典型的には18のサブグループに分けられる。近年の DNA 調査によれば、平均的な土着マダガスカル人の遺伝子的な蘇生は、東南アジア人と東アフリカ人とが等しくブレンドされて成り立っているということが明らかになった。 とはいえ、東南アジア系、東、アフリカ系のほか、アラブ人、インド人、ヨーロッパ人を先祖とするコミュニティなど、それぞれのコミュニティごとに検討すると、各コミュニティは、それぞれの人種の遺伝的特質の卓越を示す。東南アジアにルーツを持つ人々、特に、ボルネオ島の南部からやってきた人々を祖先に持つ、人々は、中央高地のメリナ人にとても多い。 メリナ人は土着マダガスカル人のサブグループの中で最大であり、おおよそ総人口の26%を占める。他方で沿岸部に住むマラガシ人と呼ばれるは、比較的東アフリカにルーツがある人々が多い。沿岸部の土着マダガスカル人の中で最大のサブグループは別ミサラカ人であり、これにツミヘキ人、サカラバ人がそれぞれ総人口比6%ずつと続く。 マダガスカルには中国系、インド系、コモロ系の少数エスニックグループが存在する。さらに規模は小さいながらもヨーロッパ系の少数エスニックグループも存在する。20世紀後半の移民の流れは時折起きる突発的な人口流出の波の結果、これらの少数エスニックグループの規模を縮小させる方向に動いた。一例を挙げると、 1976年のマハザンガで起きた反コモロ暴動に起因して、コモロ人が大量出国した事件などがある。これらと比較すると、土着マダガスカル人には大規模な移民と呼べる出来事は起きなかった。ヨーロッパ人は独立以来、数を減らしており、1958年時点で68,430人いたものが、30年後には17,000人程度になった。 1980年代半ばのマダガスカルには2万5千人のコモロ人、1万8千人のインド人、9千人の中国人がいたものと推定されている。マダガスカル人の子供マダガスカル語は、言語学上マレーポリネシア語派に属し、おおむねマダガスカル島全域で話されている。無数の方言があるが、一般的に相互理解が可能である。 方言クラスターは東部方言と西部方言の2つに分けることができる。東部方言は東部森林地帯と中央高地で話され、アンタナナリブのメリな方言が含まれる。西部方言は西部の沿岸平野部全域で話される。フランス語は植民地期に行政機関などの公用語となった。独立後最初の憲法を、1958年憲法では、 マダガスカル語とフランス語が共和国の公用語に指定された。マダガスカルはフランコフォン国家であり、フランス語はほとんどの場合、教育を受けた人々の間で第二言語として話されている。また、国際的なコミュニケーションを取るためにも利用されている。1992年憲法には公用語についての言及はないが、マダガスカル語は国語として認知されている。 しかし多くの文献にマダガスカル語及び、フランス語が公用語であると記載され続けているため、ある市民が2000年4月に、フランス語のみによる公用文書の発行は違憲であるとする訴訟手続きを国家に対して行った。高等憲法裁判所は判決の中で、言語に関する法律が存在しない現状においては、フランス語が今なお公用語の側面を有する旨を判事した。 2007年憲法においては、マダガスカル語が国語の地位を保っている一方で、公用語概念が再導入され、マダガスカル語、フランス語、英語の巫言語が公用語と規定された。その後、2010年11月に実施された憲法に関する国民投票の結果、英語を公用語とする旨の規定は憲法から削除された。しかしながら、暫定政府により実施された、 この国民投票には透明性が欠けており、投票から阻害された者もいるとして、国民投票の結果及びこれに基づく政府の公用語及び国語政策を認めない政治勢力もある。マダガスカルの老者が用いるマダガスカル手話は、1960年代にアンツェラベニ、マダガスカルにおいて初めてのろう学校が設立された際に、設立を支援したノルウェーから、 多数の教師が赴いたため、ノルウェー手話から多くの手話単語を取り込んだと見られる。マダガスカル語には、語順と関係規定詞によって示される焦点に関する文法上の特徴があるが、この特徴はマダガスカル手話にほとんど引き継がれていない。その他にも、音声言語との差異が明瞭である点がいくつか観察されている。ファマディハナという最層儀礼の様子およそ人口の半数が、 伝統的な宗教儀礼を実践している。マダガスカルの伝統宗教は、少女とラザナとの結びつきを強調する傾向にあり、主々の素病建築が島全土に広がっている。また、中央高地を中心として、素描に安置してある家族の意外を定期的に取り出し、新品の絹の包み布で巻いてから、再び素描に安置する、ファマリ花と呼ばれる、再送儀礼が見られる。 ファマリハ花は愛すべき先祖の記憶をことほぎ、家族と共同体との結束を強める機会であると、ともに祝祭的な雰囲気を楽しむ機会でもある。近隣の村落からも人々が宴会に招かれ、食事やラム酒などにより共応される。平らがの一座やその他の音楽による娯楽もよく提供される。先祖たちへの配慮はファディへのこだわりを通しても示される。 ファディとはタブーを意味し、ある人物がある物事を近畿であるとみなした場合、その人物が生きている間は、もちろん、亡くなってからも、その近畿は尊重される。このような先祖たちへの尊数を示し続ける限り、先祖たちは少女に良い影響を及ぼし続けると広く信仰されている。反対に不運なことがあると、それは、記憶や願いが無視されている先祖たちに返せられる。 先祖たちをなだめたり称えたりするために、古武士を犠牲に捧げることが昔からよく行われてきた。さらに、マダガスカルには、先祖崇拝に加えて、ザナハリやアンジアマニチャと呼ばれる創造神信仰もある。マダガスカル人口の約半数がキリスト教徒であり、そのうち、プロテスタンティズムの実践者たちの方が、ローマカトリック信者よりも少しだけ優勢である。 1818 18年にロンドン宣教協会がマダガスカル島に初めて宣教師を送った。彼らは教会を立て、聖書をマダガスカル語に翻訳した。回収者も徐々に増えていったが、ラナバルナ一世女王は1835年に回収者への迫害を始めた。これには西洋のマダガスカルに及ぼす文化的、政治的影響を食い止めようとしたという側面もある。 ところが二代の地のラナバルな二世女王は、即位直後に、キリスト教に改修して宣教師の活動を援助すると、共に伝統的な信仰をぶち壊す象徴として、賛否と呼ばれる王権を象徴する偶像を焼き捨てた。教では、多くのキリスト教徒がその教義を先祖崇拝に、関連した伝統的な信条に統合させている。例えば、身内の死に際して、 教会で死者に祝福を与えた後に、伝統的な僧霊を行ったり、ファマディハナの共演に、キリスト教の聖職者を招いたりすることがある。キリスト教会を統括する協議会は宗派ごとに4つあり、政治への影響力も強い。その他、診療所を併設した教会を建て、地方で急速に勢力を拡大している一派もある。イスラームは、中世に、 ムスリムのアラブ人やソマリ人の交易者によってもたらされた。東海岸沿いにマドラザが立ち、マダガスカル東全土でアラビア文字やアラビア語の借用語が使われるようになったり、イスラーム先生術が採用されるようになったりした。しかし、信仰自体は南東部の人握りのコミュニティを除いて全体に浸透しなかった。 今日では総人口の7%をムスリムが占め、その大部分が北西部のマハザンガとアンツェラナなノに、州に集中している。彼らのほとんどがスンニー派である。マダガスカル土着のエスニックグループに属するムスリムの、他、インド系、パキスタン系、コモロ系のムスリムがいる。マダガスカルのヒンドゥー教は、19世紀の終わり頃に、インドのグジャラート州。 カーティア・ワール半島からマダガスカルに移民したサウラーシュトラ人によりもたらされた。マダガスカルにおけるヒンドゥー教徒の多くは家ではグジャラート語かヒンディー語を話す。マダガスカル内に存在する多数の民族的サブグループはそれぞれ歴史的に独自の存在だという意識を獲得することを可能にした自分たちの信仰や生活様式にこだわる。しかしながら、 島全土に普遍的に見られる文化的特徴も数多く存在し、それらはマダガスカル人の文化的アイデンティティを強く結びつける核となっている。マダガスカル人の伝統的な世界観は全国的に通じる言語の存在、創造神と先祖崇拝を中心とした伝統宗教の共有に加え、フィハバナナ、ビンタナ、トゥデー、ハシナなどに重き多く価値観により、 形作られている。その他、伝統的に共通する文化要素としては、男子活例、強い親族同士の中体、まじないの類、貴族、平民、奴隷に分かれる社会身分階層がある。社会身分制度は法的には廃止されたが、出身階層を同じくする者同士のつながりは続いており、社会的地位、経済上の機会の多さ、 コミュニティ内での役割などに影響を与えている。マダガスカルにはアラブ伝来とされる先生術体系に基づいて星占いを行うムパナンジュと呼ばれる占い師が昔からいる。ムパンナジュは婚礼の日取りやファマディ花の日程など重要な行事に対して最も縁起の良い日はいつかといった相談を受ける。同じように植民地化される前のマダガスカルにおける多くの 共同体においては、ウンビア氏として知られる助言者が、貴族に雇われていたものであった。ウンビア氏は、ウトク人を意味する、ウルナベーハシナから来た言葉で、南東部に住むアンテムル族に属する。彼らは先祖を遡ると、最初の頃のアラブ人移住者に行き着く、者たちであった。マダガスカル文化の多様な起源は、器物や住居を通して見ると明らかである。 マダガスカルの最も象徴的な楽器であるバリハは最初期の移住者たちが南ボルネオからマダガスカルに運んできた竹筒2弦を発達したチターである。これと極めてよく似た形の楽器が今日でもインドネシアやフィリピンで見られる。伝統的なマダガスカルの家屋は高く尖らせた屋根と中央の支柱を持った方形の間取りを特徴としており、その建築の様式や 象徴体系の観点から見ると、やはり南ボルネオの家屋によく似ている。また、墓が先祖崇拝の広がりを反映して、多くの地方で文化的に重要である。象者の住む家よりも墓の方が長持ちするように、石などの素材で建設される傾向にある。墓に施される装飾が、象者の住む家よりも丹念なものであることも多い。絹の生産と絹織の開始は、 島への最初の定住民に遡ることができる。また、マダガスカルの国民的な清掃とでも言うべき乱馬は、様々に文化し、芸術にまで昇華している。東南アジア文化の影響は、マダガスカルの食文化にも見られる。マダガスカルでは、毎回の食事に米飯が食され、それに、様々な種類の香り豊かな野菜料理か、肉料理が一品つくのが普通である。 マダガスカルの米の消費量は日本の約2倍に及ぶ。アフリカ文化の影響は家畜の子分子が新生死されることや所有者の富が飼っている子分子の数で体現されることに見られる。これらの伝統はアフリカ大陸に起源を持つものである。牛泥棒はもともと最も多く牛の群れが飼育されているマダガスカルの平野部における若者の通過儀礼であったが、 牛飼いたちが牛を取られまいとして、槍で武装し、盗む側も専業化して、武装を強化するにつれ、非常に危険で、時には生死をとした試みになった。流通している肉は、牛肉が最も多く安価であり、豚肉の方が高価である。また、鳥は、家庭でよく飼われているが、あまり食用にはせず、そのため経営肉は、さらに貴重である。平らがのダンサー交渉されるもの。 著述されたものの別を問わず、幅広い文学文芸が発展している。マダガスカルに伝わる、主な芸術的伝統の一つが、ハインテニ、カバリ、ウハブラナの形式で表現される弁説である。イブニアという少子はこれら伝統の恒例である。イブニアは、島の底かしこで、いくつかの異なる形態を取りながら、何世紀もの間受け継がれてきており、 マダガスカルの村ム々ラムラが持つ多様な神話や価値観を伺い知ることができる。弁絶という文化的伝統は、ジャン・ジョゼフ・ラベア・リベルやエリ・ラザウナリスンといった20世紀以後の作家にも続いている。ラベア・リベルは、アフリカでは初めて近代的な詩を書いた詩人であり、ラザウナリスンはマダガスカル語詩人のニューウェーブの一人である。 マダガスカルはまた音楽の分野でも豊富な伝統文化がある。沿岸部のサレジ、中央高地のヒラガシなどのように地方ごとに特色ある音楽ジャンルが発展しており、これらは村の集まりや地方のダンスフロア、全国規模のラジオ放送を盛り上げるのに一役買っている。造形美術も盛んである。絹織に合わせてランバと呼ばれる布の生産は、 古くから行われてきたが、ラフィアヤシや、その他の地元の素材も、敷物、籠、袋、帽子などの実用品の数々を作るのに、利用されてきた。木彫りの彫刻が高度な発展を遂げており、各地で明確な様式の違いを見せている。これは例えば、バルコニーの手すりの装飾や、その他の建築要素に顕著である。木彫り職人たちは、様々な家具や、重機のほか、 あるあるという、埋葬時に地面に立てる杭の彫刻も手がける。普通の木彫りの彫像も作るが、その多くは観光客向けである。2008年には、中央高地のザフィマニリ族の伝統的な木彫工芸がユネスコの世界無形文化遺産の傑作である旨の宣言を受けた。アンタイムル族の村々では、花などの装飾的な自然素材を埋め込んですいた紙が、いつの頃からか、 エコツーリスト向けに売られ始めて久しい。刺繍やすかしかがりを施した布地の生産は手仕事で行われている。地元の市場などで売られるテーブルクロスやその他の手芸品も同様である。アンタナナリブやいくつかの都市部では地元のアーティストの作品を展示販売するファインアートの画廊が件数こそ少ないながらも増えている。また、フスチャヤが移転段階のような 毎年行われる芸術祭がマダガスカルにはいくつかあり、それらがファインアート分野における文化の継続的な発展に貢献している。ムレンギはマダガスカルの伝統的な格闘技であるマダガスカルを発祥地とする数多くの娯楽、遊儀がある。ムレンギは17から19世紀のサカラ場王国軍の一つで行われていた民間の伝統行事に発祥する打撃系の格闘技で、 コモロやレイユニオンなどにも広まった。沿岸部では観戦スポーツとして人気がある。多くの地方で行われているサビカはトゥルンウンビともいいコブージュの背にできるだけ長くしがみつくことを競うロデオや闘牛に似た遊びである。スポーツに加えゲームの種類も多様である。その筆頭はファヌルナで中央高地全体に広まっているボードゲームの一種である。民話によると アンジアンザカ王子が兄を差し置いて、父のラランブ王から王位を受け継いだ理由の一つは、兄がファヌルナに熱中しすぎて、自分の務めを果たせなくなったからだという。過去200年間にわたって、マダガスカルには西洋の娯楽や競技が紹介されている。ラグビーは、マダガスカルのナショナルスポーツであると考えられている。サッカーも人気がある。また、ペタンクでは、 世界チャンピオンを輩出したこともあり、都市部や中央コーチ全体でよく行われている競技である。また、アンタナナリブはスポーツ設備が整っているので、アフリカ諸国間で争われるバスケットボールの国際大会を何度か開催している。学校教育においては、男子はサッカー、陸上競技、柔道、ボクシング、女子はバスケットボールやテニスが授業の中でよく、 取り扱われている。オリンピックへは、1964年の夏季、競技大会が初参加、アフリカ競技大会にも、継続的に選手団を送っている。スカウト運動に関しても、国内連盟組織を持っており、2011年現在、約1万4905人の加入者がいる。2000年代においても国内において、ペストの発生が報告されている。ペストは、 ネズミ目が媒介者となる伝染病であり、野生の月脂類が感染している広大な地域では、撲滅が難しいとされるが、マダガスカルでは、都市部の住民でもアウトブレイクが発生する。2004年から2009年の間の累積患者数は3454人、うち死亡者は364人。ただし、2004年から2009年にかけた、発生数は前減傾向を見せていた。 ありがとうございます。